皆さんどうも、エンシェントサイクロンドッヒーです。デビルサイクロン先生もいるよ。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きニャコです。そう、今日は1回のニャコと39、もうここまで上がってきたよ。メンバーは適当でいけちゃうでしょう。38回のままでいっても厳しいんじゃないの。悪魔対策しちゃってるからね。だけどどうせ相手悪魔出てくるでしょう。フグ野郎だ、フグ野郎が出てきた。フグ野郎に対しては鬼にゃんま弟の鬼にゃんまでタイマン勝負勝ってくれ。力技で強引にいったらいったらいい。こいつ倒してトーも壊して終わりだ。遠距離攻撃ひょうも出してきた。ちょっとでも進まれたら遠攻撃されちゃうもんね。これ以上押されないように気をつけないとね。周りの敵を鬼にゃんま倒してくれって言いたいところだけど、めちゃくちゃ押されてる。うわー、もうやられちゃった。鬼にゃんま下後弱ステージなのか。これはピンチ、ピンチ取るとしてパチパチポチポンチってなんだよ。そんなこと言ってる場合じゃないよ。ガンガン攻められてるよ。この3体ヤバすぎだな。勢い止められないよ。ああ、またやられちゃった鬼にゃんま。だけどまだまだ出してく鬼にゃんま。こうなったら鬼にゃんまを壁として使ってガオで攻撃していく。めちゃくちゃ贅沢な壁だな。頑張れガオ、いけけ。おフグ野郎倒してくれた。ナイス鬼にゃんま。あとはこの赤いやつと黒いやつ倒せばおしまいだ。だけどどんどん押されてく。なんだよこいつら、めっちゃ強いじゃないか。フグ野郎いなくなってもめっちゃ強いじゃないか。あっという間にやられちゃいました。あしびしばー。まあ初見だったし仕方がないよ。だけどメンバー変えればいけるはず。速攻でいけるようにムート猫は入れていこう。さらには真田も入れていく。あとは贅沢すぎる壁でハーデスだ。このメンバーでいけるでしょう。あとはシンカリオンも連れていこうかな。そこ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 メンバーだ。これで勝ち確定、ありがとうございます。まだどうなるかわからないでしょう。いってみよう。リベンジオレンジマジマンジ。今回はまずフグ野郎を誘い込み大作戦だ。こっちに引き寄せといて鬼にゃんまで倒してもらう。早めに倒せたらチャンスだもんね。罠だと知らずにやってきたな。一旦壁出してからの鬼にゃんま。あとはこのタイマン対決を勝ってくれ、お願いします。負けるな負けるな、一気に倒せ、いけけや。だけど攻撃力アップでいけるか。いとおとさ、あとはこいつら倒すだけ。もういけるでしょいけるでしょいけるでしょ。速攻タイプで一気に蹴散らし勝っちゃうよ。いけんのと猫、あっという間に倒しちゃえってダメか。ああ一気にやられちゃった。サナダは頑張ってくれ。ああ鬼にゃんままでやられる。サナダもやられる。チャンスだったはずなのに、チャンスからのピンチ、略してチャンピン。チャンピンってなんだよ、ピンチなのに余裕があるな。今からハーデス出してみる。ここで足止め頼むよ。あとは仕方なしの鬼ヤンマ。鬼ヤンマこのステージはきついけど奇跡起こせ。ああダメか、鬼ヤンマ近づくことすらできません。どうしよう。赤いやつ一体倒せた倒せた。この隙に立つのを年後倒しちゃえ。やった。あとはこの赤いの必死に倒すんだ。ハーデスいいぞいいぞ、押してる押してる。もしかしたらこのまま勝てるかもしれない。ああ真田、真田もっと頑張ってくれよ。頼むからまたムート猫出せるようになってくれ。そしてこいつにとどめだとどめ。ハイエナ野郎にとどめだ。嘘でしょ、そんなに
ダメージ食らってたの。またまたやられちゃったよ。あ、ジュピジュパー。今回のは惜しかったのにね。やっぱりガオーは開いた方がいいのかもしれないな。今度こそリベンジオレンジマジマンジ。まずはフグ野郎誘い込み大作戦だ。さっきは作戦うまくいったもんね。当たり前だな、ブラックマン天才ですから。自分で言ってて恥ずかしくないのかよ。また来たな、壁を出してからの鬼にゃんま対マン対決。いっとりとり、まず一撃、そしてもう一撃。効かない効かない、効いてるけども効かない効かない。3発目攻撃力アップじゃい。これで一気にトスナイス。あとはハーデス、急げ急げ急げ。ハーデスゆっくりすぎなんだよ、もっと走って走って。スピード決まってるから走ってくれたりなんかしないよ。真田はおかわりしやすいから足止めのために一体まずは犠牲になってもらうよ。犠牲って言うんじゃないよ。犠牲のおかげでハーデス間に合った。さらにはもうムートネコも出しちゃおう。みんなで一気に倒していけ。ああ、ムートネコそこでやられちゃった。出すタイミング失敗しちゃったかな。だけどハイエナ野郎が相当ダメージ食らってんじゃない。よし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 、ハイエナ野郎倒せた。今がチャンス今がチャンス。速攻でタツノオトシゴに対倒しちゃえ。来ちゃったよハイエナ野郎。また厳しい戦いになっていく。レッドエナジーが相当厄介だね。一体でいいじゃん、おかわり出してこなくてもさ。だけどガオが来てくれたから、ガオだったらこいつも余裕のヨッちゃん89歳。ヨッちゃんと勝利。ハーデスもさすがにボロボロか。相当厳しい戦いだ。頼むから耐えてくれ、ガオを守ってくれ。でもオンミーには攻撃できる状態になってるよ。ここで倒せればいけるんじゃないの。みんなガンガン攻撃いけいけ。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押しなしだ。勝ってくれ。だけど入れないよ、2段になっちゃってる。めちゃくちゃ大ピンチ、超ベリーピンチ。よくしてチョベリピン。チョベリピンとか言ってる場合じゃないって。うわー、ハーデスここでやられちゃう。うわー、ガオもここでやられちゃうのか。人生終わったわ。今までありがとうございました。さよなら。諦めるな諦めるなって、ここまで頑張ってきたんでしょう。じゃあムート猫、この状況を変えてくれ、頼むって。うわー、そこでやられてる。オンヤンマも厳しそう。やめてくれやめてくれ、これ以上攻めてこないでくれ。なんとか間に合うのか。ハーデス、やばいやばい、めちゃくちゃ前に進まれてる。これだとどう攻撃されちゃうんじゃないのかな。ここまで頑張ってきたのに遠距離攻撃でやられちゃうの、卑怯すぎだよ。反則負けだよ。そういうステージなんだから仕方がないよ。奇跡の真田、奇跡の真田、言ってくれ。敵を全員蹴散らして。おお、もう倒した、一気に倒した。あとは落とし子倒して、こいつを倒すだけ。急に状況良くなった。諦めなくて良かったね。まあ最初から勝つって思ってたけどね。さっきめちゃくちゃ焦ってたじゃないか。冗談だよ冗談、僕が焦るわけないでしょ。さあみんなで一気に攻撃だ。ゴリシゴリシゴリラ押しだし、やった、あっという間に倒せたよ。うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハッピ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 ッピ。あとは投稿してくれよ。楽勝のシュシュのショー。どこが楽勝なんだよ。この調子で次回40回頑張っていきましょう。バイバイバイ、パンパラピー。